前田殿も。毎度岩本でございます。岩本さん、はい、赤トンボですよ。この時期な、ああ球場で赤トンボ止まったらその日の夜に球団から連絡来るみたいなジンクスもあって、ほんだらなんかもうな、もうこれで現役上がろうかなんて言われたりすんね。寂しいぜ。ああ、なんか2匹ぐらい止まっとる人いたんですよね、岩本さん。いやでもね、それはね、僕言ったけど、東京ドーム時代にこの9月、まあ今10月やけど9月にね、赤トンボが飛んでるような球場で練習しててどうすんねえと、まあ言ったら2軍の練習場でね、なのでもうお前赤トンボ止まったらもう終わりやぞって言われたの、うん、ジンクスジンクス。まあ全然関係ない、だってエースコンフィールドで赤トンボ止まってたやん選手。そう、それ赤トンボ、トンボも飛んでたら止まるで、あの帽子のポッチ大好きやから。はい、ということで赤じゃなくて楽天の話なんですよ今日は。はあ、はあ、はあ、でこれ楽天で山本さんとも馴染みの深い選手たちが、あの戦力外通告が発表されましたので、ちょっとこの辺り、はい、どうなのかなというところで、まずはですね、もう大トピックスというと、この西川遥輝選手、はい、はい、さらにですね、この横尾選手、うん、うん、で、まあ、他も選手いるんですけども、さらにですね、今日発表あったのは銀次選手、うん、それから住谷銀次郎選手がですね、戦力外でもう、うん、びっくりしてるんですけども、これは、はい、もうズバリ選手の若返りを図ってますね。イーグルス自体がね、イーグルスがやっぱあの有能な左打者がずっと活躍していました。ここ数年10年近く左打者の同じようなタイプのバッターが多かったでしょ、うん、でその選手たちももうベテランですよ。で言うたらその筆頭が銀次ですよ。でも岡島にしかり島内にしかりってそうでしょ、ああその選手たちがもういい年頃になって若返りを図り、新しい選手たちで活性化を生みたいということじゃない。最近ちょっと低迷してたイーグルス事情、今シーズンも最後の最後で4位になってしまったやんか。だからそういうチーム事情を考えた時にはこれはしょうがないね。でも銀次はいい指導者になるんじゃないの。なんかね、本人はまだ現役続行を希望してるということで、あそれも十分可能ですよ、うん、あの痛いの回のなければね、あのバットコントロールやっぱ天才的やからさ、うん、そのじ、まだそのなんていうの、技は持ってる選手なんで、うん、もう 彼の年齢でいうとトライアウト受けなくても自由交渉できるからね、うん、左のもう目いっぱいチャンスに強いバッターが必要なとこは取っていくんじゃないかな。どうなんですか、こうファイターズ側から見てもこのなんですか、ね、銀次選手の存在、まあ、今年は、ね、残念ながら怪我の影響とかもあってあまり活躍ができなかったんですけども、ね、どういった打者なんですか。スコアリングポジションにランナーがいるとやっぱり僕スコアつけててなんかやりそうと思ったんですよ、うん、これが詰まろうが会心であろうがゾーンがめちゃくちゃ広くなるバッター。でもそう思えばここ数年、去年今年あたりは三振が多くなったね。そのあたりが彼のそのパフォーマンスの移り変わりでイーグルスとしてはもう来季は選手契約しませんに至ったんじゃないの。これはやっぱり岩本さん投げ手としてはこれはどういうことが言えるんですか、うん、その三振数が増えたっていうのは。出場機会が減るとポイント前に置いてなんちゅう仕掛け早くするんですよみんな。そうなってくると最近のピッチャーは動く球すごく変化球が前世の時代なんで悪循環が生まれたんじゃない、うん、と僕はそう思っている。でも本人はまだできるっていうのは多分視力、動体視力も衰えてないと思うわ、うん、なのでまだいけるっていうような気持ちでいるんじゃないの。おお、できると思うよ僕は。なんといってもここが強い、ここがええもん、ハートが。続いては西川遥輝選手、うん、これはねファームの成績すごいやろ今年369ですね、それでなんでクビなんですかと。これクビという言葉使って申し訳ないんだけども、彼は性格なのか球場での振る舞いが誤解を招くことが多いね。ナイスガイやねんで、ナイスガイやけど誤解を生む行為があったりとか、ちょっとポッとした時にボンミスするやん。ボンミスした時になんかチームの中でその彼の振る舞いで悪影響を感じる首脳陣がいたんだと思う。フロントもしかり。なので若い選手たちに悪影響となったらこれはね自由契約とか戦力外通告されるめちゃくちゃ強い要因なので、中堅ベテランとなった時にはチームに対する若い選手に対する影響もすごい見られてるから。いや僕はね最後成績全然出なかったけど1年2年普通の選手よりもたくさん見てもらったと思ってるんですよ。チャンスを与えてもらった。北海道移転という時期もあったしね。でも最後僕現役もう来年は選手契約しえないよって言われた時には、君が若い選手たちと携わってる姿見た時に、ぜひ選手たちにアドバイス、コーチをしてほしいんだって言われたからね。うん。僕はあの人が好きで人とのコミュニケーションは十分できる野球人やと思っている。勝手に自分でね。だからその辺はね、ファイターズも評価してくれたことを覚えている。うん。だから、ハルキの場合はそういう誤解が彼の首を絞めてしまったんじゃないかなと思っているね。続いてですね、住谷銀次郎、
捕手、はい、うん、もうですね戦力外となってしまって、まあジャイアね、西武ジャイアンツ、楽天と移籍しましたけど、うん、プレー見ていて肩もそこそこ残っています強さは、はい、バッティングはだいぶ、まあ、結局彼バッティングで大活躍した年ってそうないと思うんですけど、それが一層で、ね、ボンダの山が強くなったかな。もうでも銀次郎もいろんなチームでいろんな立場を経験して野球知識は満載ですから、もしかすると彼の野球脳が欲しいというチームは出てくるかもしれませんね。どうですか、こうキャッチャーとしての出場される時もあったじゃないですか、まあ、となんか時にねシーズン中 DH っていう時もあったりもしたと思うんですけど、キャッチャー守りっていう部分ではこう隅田に捕手ってどういうキャッチャーなんですか。なんか不思議なキャッチャーでバリバリのレギュラーっていうイメージ僕はあんまりないんですよ。でもベンチにいることですごくチームが救われてるなということを感じることが多いです。ああ銀次郎おったやんみたいな、あここでキャッチャーに代打か、ああベンチに銀次郎おるやんと。ほんでバッターボックスに入ってもうわーキャッチャーバッターやなー、何考えてんねやろ、嫌なバッターやなーと応援放送でも感じたことあった、そういう魅力は持ってましたね。ってなるとこうやっぱりベンチにいるだけで怖いっていうか、うーん、あの戦力になりますよ。先発でも途中からでもずっと戦力になる選手でしたね。だからベテランと言われてもやっぱ重宝されたんじゃないですか。でさっき言った楽天事情で言うとキャッチャーにしかり、やっぱ若返りを図りたい中でね、うん、監督も変わってフレッシュな若返りといった意味ではもしかしたらコーチ業を打診されてるかもしれんし、今あの戦力外をね通告された選手たちはコーチ業を打診されてるかもわからんしね、そういう功績は持ってる選手ばかりやね。これどうですか、これ今挙げました選手たち、どっかこう球団が動く可能性ってあるんですかね。それはわかんない。僕この後フェニックスリーグ見に行くんやけども、はい、解説時にねその時になんかあなどんな選手が欲しいのかっていうのは見えてくると思う。そっからやな。なんかまあファンとしてはまだまだできるんじゃないかなと思ってしまうんですけど、なんかどこかこう球団が動いてほしいなと思う気持ちで、うんね、例えば古巣であったりとか、例えば銀次郎選手も西武出身ですし、まあ、西武のキャッチャー今若いですから、まあ、そういったところも考えたり、はいね、まあ、それあるかも最後、ね、銀次郎の西武はあるかも、まあ、給料は下がるかもしれんけど もうそうやって古巣に帰ることによってその後の指導者の道もあるかもしれんし、もう考えられる。まあでもね、この時期になったらね誰々がもう体力の限界かなとか、どこぞのチームが若返りを図ってやっぱ整理対象選手、うん、あの構想外になっていく選手が出てくる。寂しいよ、かつての功績や活躍してるところを見てるだけに ね、 そうなんですね、感動をいただいただけにね。なので、まあ、一番はそういう立場になった時に僕も経験しましたんで、納得をする選択をして迷いのまま歩みを進めないこと、納得とともにちゃんとインデックスを敷き、新たな人生かもしれないけども野球人生はまだまだ継続続いてますから、これからの野球人生の方が長いと思うよ。そういうアドバイスを送りたいですね、うん、いずれにせよ自分が納得をする、決断に至るように願ってます。前田君。